本書七不思議の内田抜き林、三代国旗、型抜き林は日本全国に伝わる音の会意。深夜になるとどこからともなく笛や太鼓などの林の音が聞こえてくるというもの。江戸時代の本場では馬鹿林とも言い,い、本場を舞台とした本書七不思議と呼ばれる祈団、階段の一つに数えられている。 林の音がどこから聞こえてくるのかと思って、音の方向へ散策に出ても、音は逃げるように遠ざかっていき、音の列車は絶対にわからない。音を追っているうちに、夜が明けると、見たこともない場所にいることに気づくという。平戸藩主、松浦清も、この会議に会い、人に命じて、音の所在を探させたが、割下水付近で、音は消え、所在を探すことはできなかったという。 その名の通り狸の仕業とも言われ、音の聞こえたあたりで、狸の捜索が行われたこともあったが、狸のいた形跡は発見できなかったという。千葉県木更津市の小城寺にも狸林の伝説があり、文福茶川、808狸物語と並んで、日本産、大狸伝説の一つに数えられ、同様、小城寺の狸林の題材となったことでも知られる。詳細は、 正常時正常時のたぬき伝説を参照。東京都墨田区のコ明や寺島付近は、当時は農村地帯であったことから、実際には収穫祝いの秋祭りの林の稽古の音が、風に乗り、いくつも重複して、奇妙なリズムや音色になったもの、または、柳橋付近の三味線や太鼓の音が、風の加減で、遠くまで聞こえたものなどと考えられている。ありがとうございます。